はい、おじでーす。ちょっとね、今、あの、気になるものを見つけました。これね。えー、悪人告発 .com って皆さん知ってますかこれね。で、このね、悪人告発 .com に、くずはけいすけが、4日の日にね、えー、まあ、エントリーされて、こっから始まろうとしています。 ここのサイトね、知らなかったんだけど、えー、っと、グーグルでね、くずわけいすけで、あのー、ググってたら、1ページ目の下にね、こんな感じで出てきたんだね。悪人告発 .com って。で、へーと思って、で、なんか、詐欺横オってとこにいるから、えー、なんだろうなーと思って見たら、あのー、 ここだったっていうね。ねで、まあ、ホームがあって、で、なんかあの、カテゴリー、いろんなね、その犯罪のカテゴリーがあって、で、あと告発の投稿があって、フリーの掲示板もあって、ね、えー、なんかこう、いろいろあるんだよ。なんかね、みんな面白いってこう、書かれてるけど、 で、悪人告発 .com についてっていうのが、まあ、下の方にあって、まあ、このサイトは、オフショアサーバーで発してますか。書き込み元情報は、日本国内の法律権限において開かれることをできません。こう、和じゃないんだね。開かれることをできません。ってこう書いてあります。うん。まあ、日本の法律が及ばないところに、 サーバーがあるからね、えー、もうそのまんまリアルにね、ストレートにこうバーンってね、えー、何でも書き込まれて残りようっていう、そういう場所らしいです。どうもね。で、ここのアクリン告発 .com の詐欺応料のカテゴリーのところに、まあ、4月4日、くじはけいすけがこんな感じで乗ったエントでした。 で、まあ、この内容がどうなっているのかというと、ね、もうここから始まりました。ね、管理人の、まあ、スタートの内容だね。今回調査していくのは中古車販売店のネクステージで起きた客のこれかを不正利用した疑いがある件についてです。今回この件が明らかとなったのは詐欺撲滅系 YouTuber である健常さんによる動画でした。そうだね。 情報によれば、今回の件の被害者がネクステージに車を車停に出した際に、財布の中のクレジットカードの情報を抜き取られ、後でメルカリにて12万円ほど押して利用されたとのこと。うん、それを警察に相談したようですが、思うように動いてくれず、依頼を受けた健三さんが店舗に直撃し、 不正利用の件が明るみに出ることとなったようです。一体どのような経緯で今回の不正利用が起こってしまったのか、そして犯人と思われる従業員は何者なのか、ということでね。で、まあ、こっから始まってるので、えー、ここなんだね。えー、投げられたコメントは運営チェック後に開かれますよ、ということで、 いろんな方の、このコメント、ね。え、これが、あの、ばーっと。で、あの、日本の検索とかだとね、なんかあの、こう、不瀬字になってるじゃん。例えば、奥さんの旧姓が、あの、なんか、なんか、丸ってなっててね、シャンでしたとかって、そういう、なんかこう、中途半端な、あの、さし方されてるけども、ね。あの、 ここのところはみんななんかこう、じゅばりでこう、ばーンってくるとか、管理人が一応チェックして、ね。で、あのー、パッ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 ってこう、行くみたいだね。そこでね、処理されてね。そういう内容みたい。で、こっからね、いろんなことが始まる。要はね、あのー、ウィキみたいな感じ。で、ここのサイトの趣旨目的っていうのが、 これがあの、ここに書いてあるように、二次被害を防ぐために、匿名サイトで情報共有、詐欺師、仮、仮パク、借金等、ね、していることで、この、悪人リ発ド発 .com っていうね、まあこういう場所があるんだね。いろんな方が、あの、こっちらあだこうだしてね、あの、ガン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 ここのところに投稿すると、ね、 まああの、そのまんまウィキみたいな形で、仮に紙、あのチェックした後に、バーッとね、出てくるっていう。まあここはなんかこう、フリーの掲示板もあるしね、あの、いろんな内容があるんで、うん、あ,あ、そうだったんだっていう。例えばこのカテゴリーの、このくずはけいのね、このいるとこは、例えば詐欺横領に関する。で、ここのところを見ると、ブワーッと詐欺横領の人たちが出てくるね。 どんなことをした詐欺なんだって。で、あの、知らないもの結構多いので、ああ、そうなんだ、これは気をつけなきゃ、とかね、へえ、みたいなで。本当にこう、なんかでこう、なんていうかな、こう、X とかで話題になって、だーってなると、その人だけを知ってるけど、実は知らないところでこういう詐欺横領ってね、とんでもない迷惑な人たちっていっぱいいるわけで、ね。そういうのがだから、あの、ここら辺にみんなね、集まってきて、 二次被害を少しでも防ぎましょうっていうね。まあそういうサイトらしいです。どうもね。まあここにクズハッケースケが載ったので、まああの時間とともにね、情報がまとまっていくんでしょう。ああ、やっぱここに乗るほどの大物だったんだなってことでね。まあ皆さんも Google で検索すればね、あのすぐ出てくるんで、これ Google でクズハッケースケってやってやると、 あの、1ページ目の下、パソコンだとね、どこにこうバッてこう出てくるんで、すぐ見つけることはできると思います。ね。まあそんな感じで、あの、関連性の高い検索ってみんななんかここら辺で検索するんだろうね。まあこういう内容が、あの、海外サーバーだってこういうところにみんなあの、投稿されるんだろうね、きっとね。まあそんなわけで、やっぱ悪いことするとね、うん、あの、買って、 ま、仕置き人が、ね、やっぱ、成敗しなければ、ね、警察が動かない。ね、この被害者がね、言って警察が動けばよかったのに、ね、警察官が嘘を言う、ね、被害届を受領する。だから、あの、保証を受けたらいけないよってね、保証を受けたら、あの、被害届出せるじゃあ出しませんっつって。で、今、あの、別件で忙しいからっつってで。で、あっ、3ヶ月経ったら、もう、その警察官はいない。 で、別途警察官から、あの、受理はできない。じゃあ、あの、急いでカード会社に連絡したら、ね、もうあの時断ったんだから、ね、もうあの、補填、保証しませんよ、ってね。ああ、そこでもう日中もサチも行かなくなって、健常者に相談したって、そういう流れがあるんだよね。本当にね、あの、悪いやつ。ただ、あの、常識で考えると、 第三者の、ここにカードの持ち主が、その、見覚えのない12枚を引かれたまんまで保証も受けていないのに、その、なんで被害届を受理しないのか。これ本当、不思議だよね。これってね。そこに、お金がマイナスになった被害者がいるのに、あの、ネットで引かれた場合は、あの、被害者が、あの、メルカリだからしてね。だからわけのわからないこと言って、 使カードを敷かれた本人は被害者にならないっていう、そんなことってね、うん、あの、おかしいと思わないそうすると、もうあの、カードを盗もうが何でしようが、ネットでバン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 買い物すれば、その、カードを敷かれた被害者は被害者でない、届けを出せないっていうことなんだよね。ただ すごい日本になったんだなと思って、ちょっとこうびっくりしたんだけど、ね。まあでもとりあえずあの、なんかこういうね、悪人告発ドトコムっていうところがあって、ね。やっぱりあの <laughs>、悪い、一覧の中の一人になったっていうね。まあ、あれだね。あの、まあそれぐらい大物だってことだね。は,はい、そんなわけで、今、 検索してね、内容を見てびっくりしたんで、あーってことだよね。まあ、詐欺とか横領っていうのは本当、あの、人間のクズだからね。人間じゃないね、本当はね。まあ、クズ。ね、名は体を表すってなんかいろいろネットで書かれてるけど、ね。本当に、あの、せこいよね。詐欺とか横領っていうのはね,ね。本当、あの、ね、おじいの家系は、 とんでもない数千万体の詐欺をね、あの本当に被害、ね、受けているので、これ詐欺っていうのは本当に許せない、ね、過剰反応するぐらい許せないです。ね、はい、そんなわけでね、えーまあ、この先、ここの悪人告発。com の内容がねどうなっていくんだろうね、本当はね。